成果を確認してくれ。探索船。なん、聞いた覚えがあるんじゃがの。エレノア、さっきは助けてくれてありがとう。私は命令通りあなたを守っただけです。命令通り？もちろん命令されなくても誰かがゴーマに襲われていたら助けますけど。お綺麗なことね。思い出した。な、何をよ。世にも悲しいセーランの由来王者よ。さて、お立ち会い。それはいつ誰が撃ったのか知る者はおらぬ。じゃが誰もがその切れ味を認める太刀があった。その博士は猛獣のごとく叫び声を上げ、山をも吹き飛ばす嵐を呼んだ。この世に二つとないその太刀を人は神の刀、神刀と称えた。神の刀、それがセーランですか？話はここからじゃ。さような神刀に魅せられた男がおった。名は黒金、希代の才を持つ刀鍛冶じゃ。そやつは心血を注いで神刀を超える刀を打とうとし、自らの刀にセーランの名を与えたという。叫ぶ嵐を制するという意味じゃな。すごい刀割ってきたの？いや、黒金は何十度も神刀に挑んだが、その数だけセーランは折られ砕け散った。絶望した黒金は神刀の持ち主に首をはねられたとも、自ら命を絶ったとも言われておる。もう何百年も昔の話じゃ。じゃが奴の神刀への恨みはセーランと共に今も生き続けているとかいないとか。何百年も続く恨みか。よくある怪談話ですね。さっきの刀も何者かが命を真似ただけかもしれませんかもな。じゃがもしあれが本物のセーランなら、わしらは枕を高くして眠れんぞ。なんで？黒金が倒したかった神刀こそ、俺の生まれた蘭月家に代々伝わる太刀、ゴーランだからな。野郎がまた襲ってくる可能性があるわけだな。急ぐぞ。
ずいぶん変わった立ち筋ね。ここいらじゃマイナーなもんでな。邪魔するなら始末する。ライフセット、ちょっと。何？命令じゃなくても助けるなんて言葉真に受けちゃダメよ。大魔師は精霊を物としか思ってないんだから。でも助けてくれたのは本当だから。恩を感じるのは仕方ないけど、あんまり嬉しそうな顔をしないの。ごめん。謝ってほしいわけじゃなくて、あいつにはこっちの警戒が鉄壁だって思わせておきたいの。いくらあんたと親しくなっても私の方が優先だって意識させたいわけ。どうすればいいの？つまり、わかりやすく言うと、私を1番、エレノワは2番にしなさいってこと。わかった。ベルベットが1番で、エレノアは2番。そう、私が1番。って、何言ってるのよ、私。大丈夫。ちゃんとわかったよ。そうじゃなくて。食材？なんでこんなところに？あ、もしかすると昔王様のお墓とかで使われた洞窟浴かもしれない。本で読んだんだ。確か熱に反応する鉱石を利用した仕掛けだったよ。熱に反応するのね。つまり
面白いゴーマだな。刀より体の方が硬えってか。こいつはシグレ様。星稜に二人しかいない特等隊魔士です。特等メルキオールと同格か。おう、エレノアじゃねえか。なんだお前、ゴーマに捕まったのか。
それとも裏切ったか。あ、私は。まあどっちでもいい。好き勝手やってる俺が言えた義理じゃねえわな。しかし今日は当たりだった。まさかセーランに出会えるとは思わなかったぜ。シグレ、なんかすっごく睨んでる子がいるわよ。無視しちゃかわいそう。悪い悪い、昔から弟をいじめちまうのが癖でな。なあ、ドクロ。弟？変わらないな、シグレ。バカ野郎、めちゃくちゃ強くなってるっての。そっちこそ相変わらず俺を切るなんてできもしないことを考えてんのか。六郎が勝ちたい人ってお兄さんなの。こっちもあの時の俺じゃないぜ。おお、お前ゴーマになったのか。そりゃ面白い。だがよ、結果まで変わるかな。俺の真打ちに陰打ちを折られてしょんべん漏らしたあの時とよ。こいつは俺が切る。ライフセット、今度は手を出すなよ。うん。残光。何年ぶりだ、お前と切り合うのは。死んで後悔しろ、あの時俺を殺さなかったことをな。残光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 。生きるんだ、捕らえられまい。残光。うん。身の肩。生きるんだ、捕らえられまい。身の肩。うん。生きるんだ、捕らえられまい。うん。身の肩。さすがゴーマだ、悪くねえ。
までだな。ろくろ！え？体が勝手に。邪魔するな！勝負はこっからだ。おお、今度は折れねえか。今日はここまでだ。しぐれ！流行るな。今のお前が強え刀を持ったら面白いと思ったのさ。そこのじいさんに撃ってもらえ。で、もういっぺんやろうや。じいさん？そのゴーマはね、黒金って言うのよ。セーランの刀鍛冶。この先のカドニクス港で待っててやる。俺を倒さねえと島からは出られねえぜ。勝手なことを。気に食わなきゃかかってきな。せいぜい精進しろよ、ゴーマども。シグレ様、私は匿名を。ああ、エレノア、お前マジで裏切りやがったんだな。次に会ったら叩っ切る。やろう、まだ本気を見せてないぞ。けど全員でかかれば無駄だ。だが策はある。どんな手だ、黒金。ついてこい。六郎。ベルベット、六郎追わないの？あいつの戦いよ、私には関係ない。だが船着き場にはしぐれが陣取っている。イカれた野郎だが、俺たちを見逃すような間抜けとは思えん。その通りです。しぐれ様は剣技ならアルトリウス様をもしのぐ最強の剣士ですから。猫に睨まれた袋のネズミじゃな。黒金は何か考えがあるみたいだった。わかった、それを聞いてみましょう。成果を確認してくれ。探索船